今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。いつものように YouTube ニコ生オープンレック等でやっていますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。さて、日本の政界を見てみると、野党は言わずもがなとんでもない状況になっています。じゃあ与党がいいのかっていうと、与党もね。しかしそんな与党自民党もですね、今香港が大変な状況になっていますので、非難決議をしたんですね。この中で習近平国家主席の国賓来日についても言及しています。これ自体は素晴らしいことだと思うんですけども、親中派議員によって若干修正を加えられたという話です。外交部会と外交調査会が6日に開いた合同会議では、役員会がまとめた決議案が示された、中止を要請するとの表現をめぐって紛糾。複数の出席者によると、賛成する意見が多かったものの、二階派議員らが異論を唱え、中山康秀外交部会長に対応が一任されていた。その後、中山氏は二階氏や岸田文雄政調会長らと調整、中止要請については党の総意と受け取られないように党外交部会外交調査会としてという断りがつき、中止を要請すると断じていた表現も中止を要請せざるを得ないと弱まった。新たな時代の友好関係構築に向け、中国側への強い働きかけを要請するといった日中関係に一定の配慮をする内容も盛り込まれた。二階氏は7日の党役員会後の記者会見で、ここまで来るまでに先人たちの大変な苦労があった、外交は相手のあることで慎重の上にも慎重に行動するべきものだと指摘。さらに、外交部会長か何部会長か知らんが、軽々に判断すべきものではないと述べ、中山氏ら部会や調査会の動きを批判した。修正前と修正後ともに訪日中止に言及しているものの、修正後は文言が増えて少しぼやけているんじゃないでしょうか。言葉遊びというか、こういうの自体日本人的なのかもしれません。わかりやすく中止を要請するでいいじゃないですか。ジュラル星人みたいに回りくどくやる必要ないんですよ。なんだかんだ言って2ステップ派の議員の影響力っていうのは大きいですよね。今回の決議に関しても、その反対っていうのは少数派だったんだけど影響力があると。さっきの記事の最後に出てきた2ステップ幹事長の外交部会長だか何部会長か知らんがっていう表現も怖いわ。有権者として2ステップ派の議員の発言っていうのはしっかり記憶しておくべきだと思うんですよ。6日の合同会議の後には、二階派の河村武雄衆院議員が記者団に、中止という言葉は唐突すぎやしないか、言葉は一人歩きする可能性もある、長い日中関係で多くの先輩方が努力して積み上げてきたものを壊すのはいかがなものかとして、訪日中止反対を訴えたそうです。積み上げてきたものを壊すのはいかがなものかって、こういう方言うじゃないですか。この二階派とか親中派って呼ばれる人たちって。でも今それぶっ壊してるの中国なんじゃないでしょうか。なんでそこ見えないんでしょうね。ちょっと目が曇ってますよ。同じく与党公明党の山口代表はこの決議について次のように述べています。公明党の山口那津男代表は7日、中国による香港への統制強化が進む中で、習近平国家主席の国賓来日の中止を求める意見が自民党内で出ていることに対し、予定通り来日準備を進めるべきとの考えを示した。歴史的大局的な観点で推進していくべきだと述べた。首相官邸で記者団に語った。山口氏は、国賓来日は首脳の往来を重ねて関係を強化していこうという流れの一環だと指摘。ここまで来るともう救いようがありませんね。柴田に救われて政界引退してパチスロでもやってもらった方がね、もう断然いいです。大局的な観点で見れば見るほど来日推進しちゃダメでしょ。どんどん膨張する中国によって、香港人もそうだし、これまで何度も言われているようにウイグル人の人権というのも侵害されているわけですよ。さらに対日関係でいうと尖閣諸島にも手を伸ばしていますよね。そういうことを露骨にやってる国とやっぱり付き合うことってできないんですよ。それすらこの2ステップの人たちとか山口代表とかわからないんでしょうか。逆ベクトル人間革命やった方がいいですよ。でも中国が危ないって、我々日本国民にそういう意識がまだまだ芽生えていないからこそ政治家もこんな感じなんでしょうね。僕の動画見てくれてる人からするともう当たり前かもしれませんけど、まだまだね、この数っていうのを増やしていかなければいけないなというふうに思いますよ。この話題っていうのは今日の生放送でも取り上げますので、ぜひご覧いただければと思います。リンクは動画説明欄からどうぞ。あとチャンネル登録もぜひお願いします。